果てしない大地に生まれた日から生きることはそうさ冒険旅立て目をサバンナ越えて戦うたびきっと強くなれる今探していた自分に出会う日まで行くんだ。今を去る4000年の昔、古代エジプト第五王朝ペピ一世の時代、年に一度太陽とシリウスが共に昇るカニキュラの祭りの朝、一人の神官がスフィンクスに抱かれるようにして戯れている白いライオンの子を見つけた。ペピ一世はその白いライオンの子を神の使いと察知し、城内の神殿に迎えて白い獅子の神として崇めた。ところがペピ一世に仕えていた奴隷たちがこの白いライオンの子を自分たちの守護神にするため密かに盗み出しナイルの上流へと逃れた。ペピ一世はすぐに追っ手を差し向けたが、上流のジャングルは深く、用として彼らの行方は分からなかった。そこでペピ一世はこの辺りのジャングルを神聖なる地アビポリオンと名付けて、何者も足を踏み入れてはならぬと言命した。